大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。はい、皆さんこんにちは。今日も渡良瀬トークの時間が参りました。元気ですか？なんかね、寒くなったり、またなんかちょっと暑かったりみたいな気候で体調を整えるのも大変だと思いますけれどもね、皆さんいつまでも元気で一緒に頑張りましょうね。先日岐阜で初めての、こちらの渡良瀬クラブのランチ会、大森和代の一人じゃないよ一緒に楽しいランチというのをさせていただいて、本当にね、30数名の方にご参加いただきましてありがとうございました。とってもね、ブログのコメントにも書いてくださったんですけれども、皆さんね、和気あいあいとして本当に楽しそうで、あの時はたくさん会場に虹の光が出たんですね。で、ある方のテーブルクロスのところにまずバーって出て、で、お食事をしていたら一人の方が、うわ、虹が出た、虹が出たって言われたんで、みんな、って、すごくね、ガラス張りで、もう真ん前に岐阜城が見える素敵なとこだったんですけど、ガラス張りでみんな虹が出たって言われて、みんなまず外を見たんですけど、そしたら外じゃなくて虹が出たのはテーブルクロスだったっていう。で、こっちこっちでーって言って、もうみんな食事中なんですけど、食事やめてここに出たっていうか、ドワーッとそこにみんなが集まって、で、今度はまた私の後ろにも不思議な紫色の濃い虹とかが出まして、で、今度はこっちに出たって言って、またみんながドワーッとこっち来て、で、今度は天井に出たって、ドーってそっち行って、わーってみんなもう本当に保育園とか幼稚園の子がね、なんとかなんとかって、あーってみんなで行くみたいに、すごいもう童心に帰って、和気あいあいと、お食事を運んでこられた方が、ちょっと大変そうだったんですけど、みんなそんな感じの、すごい虹もですけれども、それ以外にも、楽しいお食事会ができまして、ありがとうございます。本を、その時にはサインさせていただいて、そこに、その方のお名前と書きながら、その人に対して、神様が一言、メッセージをくださるんですね。で、その言葉を、書かせていただいたので、もう本を持ってまた席に戻った方が、ね、どんな言葉だったみたいにみんなでね、見せ合ったりしてて、初めて、9時で席も決めたので、初めてお会いする方とかも結構いたんですけれども、なんか講演会の時に、あの人のことずっと気になってて、喋りたい喋りたいって思ってた人が、正面の席に9時で当たってきたんですって言って、やっとお近づきになれましたって嬉しそうに話してくださった方もいらっしゃいました。席もね、やっぱり神様が決めてくださったので、ご縁のある人たちと一緒にね、お食事ができて、本当に楽しいランチ会でした。またなんかランチ会だけではなくて、いろんなものもやっていこうと思っていますのでね、もし何か近くである時にはよかったらまたご参加くださいね。はい。はい。では今日もこちらのコーナーへと行きます。大森和代の愛のお裾分け。はい。今日はコメントいただきました、チョコ太郎さんからいただいたコメントです。質問の部分だけ読ませていただきます。高校生の息子が12月に沖縄に修学旅行に行くのですが、そこでガマの見学があるのですが、どんなことに気をつけたらいいでしょうか、よろしくお願いいたしますという質問をいただきました。ガマですね。これは鍾乳洞みたいな、防空壕みたいなところですね。自然にできた鍾乳洞を防空壕にしてあるというような、昔戦争中にもね、たくさんの方がここに入られお亡くなりになったという場所ですので、チョコ太郎さんね、お母様は心配をなさっておられると思いますが、この息子さんがまずそういうことを感じやすい息子さんかどうかっていうこともちょっとね、わからないんですけれども、よく修学旅行でこの沖縄のガマだけではなく、広島の原爆ドームにね、以前行かれた女の子、その子はすごくそういう霊とかを感じやすい子だったもんですから、もう
ずっとその修学旅行の間中気分が悪くなってしまって顔面蒼白で、まあ、岐阜の方だったので岐阜に戻られた時にもうあまりにも体調悪いということで来られましたので、ちょっとその場でねついてるもうあまりにも多かったので霊を切らせていただいて、うわーっと顔色変わってまた復活されたということとかありましたし、私も自分自身も日光東照宮の華厳の滝、あちらの方の華厳の滝とかあるんですけどね、あそこも自殺の名所なんですけれども、そこに行った時も3人ぐらいの子が気分が悪くなっちゃいまして、どうしてもお亡くなりになった方っていうのは分かってくれる人のところへと頼ってこうついてくるっていう場合があります。自爆霊さんっていうのは半径50メートルしか動けないんですけれども、そういう場所には自爆霊さんだけではなく、まあ、浮遊霊といってこの世を自由にさまよってあっちこっち行ったりっていう御霊さんも集まってきてますし、自爆霊さんもその時に自爆を解かれるってこともあるので、誰かの体についてそこで自爆を解かれそのままついて帰っちゃったっていう場合もありますのでね、あんまり脅すといけなくなっちゃうんですけれども、そういう場合もあるっていうことなんですけれども、これはでも行かれる前によくチョコ太郎さんね、毎朝多分どっち向いてでもいいので神様にねお祈りされておられると思うんですけれども、もう12月のことであってももう今から息子がこういう高校で修学旅行でこういうガマというところに行きますが、ご霊さんにね疲れたり気分悪くなることありませんようにと、まずよくね祈ってあげてください。もし息子さんが祈れるんでしたらご自身で祈っていかれてもいいんですけれども、あと息子さん自身に言っていただきたいのは、そのガマに入る前に自分自身がこの黄金の光に覆われているような体の外にバリアを作るようなそんなイメージを持ってよっしゃっと入りなさいよというふうに、あとマイナス思考であったり後ろ向きな気持ちを持たずに持ってるとすごく疲れやすいってこともあるので、明るい気持ちで入っていきなさいってことをね息子さんにはね言ってあげてください。はい。でもう一つですね、これもちょっと自爆霊さん絡みの質問ですので続けさせていただきます。 K さんという方からいただきました質問です。岐阜城は斎藤道三以下歴代の城主は肉親や家臣の裏切りに遭い非業の死を遂げた方が多いように思われ、何かドロドロとしたものを感じるのですが、なるべく悪い波動の場所には近寄りたくないので何か感知する方法はないんですか、というご質問なんですけれども、確かにこういうお城だったり、古戦場跡だったり、お城は今建っていなくても城跡だったり城下町だったり、その昔合戦があった、例えば関ヶ原もね大きな合戦があったんですけれども、そういうところというのもやはり自爆霊さんやさまよっている浮遊霊さんが多いんですね。結構なぜ自爆霊でもないのになぜあなたはじゃあ世の修行行かないんですかって前女性の御霊さんに尋ねましたら、いやここで身内が亡くなったと、それで私はその方を見つけるまで行けないんですと言って、それで何百年もねさまよって苦しい思いをしてらっしゃる方もいらっしゃいまして、で悟してあちらに行かれたっていう方もいたんですけれども、その場所にはやはりたくさんの方がお見えです。でもよっぽど鈍感な方でなければ本当にそういう多い場所に行くと何かこうブルッと来たりですね、ちょっとなんか嫌な感じがするなとか、なんかこう昼間で明るいのになんだかちょっとこう陰気な感じがするとか、そういうまたあんまりあそこはもう行きたくないなとか、そういうことを普通は感じますので、多分計算でしたらもう本当にねそういったことを感じられますので、そういうことを感じる場所には、特に感じやすい方、疲れやすい方はあまり行かない、あとは祈ってから行くとか、そういうことをされてください。よく自爆霊拾ってきてくださいって言うと、よくそういう場所をねわざわざ拾いに行かれてっていう方もお見えなんですけれども、それもよく祈ってから行かれればそんな疲れてなんかなるってことはないですから、命を奪われるとかそういうことはよっぽどないです。恨んでついてるわけではないですので、頼ってついてるだけですので、時々その行った日の夜熱が出たっていう方とかもお見えですけど、そこまで心配することはないのでね大丈夫ですよ。はい、はい、
先ほどのね、質問コーナーにも出てきましたが、やはりこう滝とかっていうところは、まあ水辺もそうなんですけれども、とっても五霊さんがね、集まりやすい場所でもあるんですね。で、ちょっとこれは知り合いの方から聞いた話なんですけれども、キャンプ場のところに滝があるところのキャンプ場、ロッジみたいなところに皆さんで行かれて、で、泊まって、で、その時夜お手洗い行きたくって、で、こう、やっぱり、そこにはないので、みんなの行く暗いところに懐中電灯を持ってお手洗いに行ったら、出た時に、向こうから、若いカップルの方が、わーっと走って突進してきたそうなんですね。で、あーぶつかると思ったら、シューってぶつからずにすり抜けていったということで、なんかすごくこうベタベタの髪の毛だったということで、もうゾーッとして、わー人間じゃない、生きてないと思って怖くて布団に入って震えて寝たということをね、おっしゃってました。で、次の日に、そこのキャンプ場の管理の方に、ゆうべ実はこんなことがあってって言ったら、あー、いましたかと言われて、で、実はそこの滝のところで、まあその若いお二人が心中をなさったと、亡くなられてるんですと。で、時々ね、夜そういうのをね、見られる方がその後あるんですよっていうことを聞いて、うぞーっとしたって言って、それからそのキャンプ場はね、閉鎖になったそうなんですけれども、さっき私も修学旅行で華厳の滝、中学校の時ですね、大抵こう、こちらのね、軸は東京都日光みたいな修学旅行のコースなんですけれども、その時にまあ日光の方行きまして、で、華厳の滝行ったんですね。で、華厳の滝をこう上からうーって見ましたら、もう本当にこう、おいでおいでって言われるように吸い込まれるような、そういう気をすごく持っていて、もちろん下の方にたくさん五霊さんがいたので、私は気分は悪くはならなかったんですけれども、でも気分悪くなっちゃった子たちもたくさん、いて3人ぐらいいたんですね。で、私はちょっといろは坂で車でバスが気持ち悪くてですね、もうこんなになって言って、だからそれでちょっと気分が悪かったので、で、先生がなんかあまりにも気分悪い子が多いので、気分悪い子だけじゃあ先に旅館に戻りましょうと言ってくださったんで、一応私も気分悪い方に手を挙げて、で、一緒について旅館に戻っていったんですね。もうあんまりこういうとこにいてあんまりにも頼られてもちょっと疲れるしとか思っちゃったんですね。中学生だったのでね、五霊さんごめんなさい。で、まだうまく悟せなかったもんですから、で、旅館に戻っていったんですね。そしたら、旅館に戻っていったら、まだお風呂の時間ではなかったんですけど、やることがなかったので、大浴場を覗きに行ったら、もう、いろいろとしててガランとしてたんで、その気分悪いと戻ってきた人たちも、なぜか旅館に着いたら元気になっちゃったんで、で、その子たちと3人で、大浴場入ろうとか言って、入っちゃったんですね。で、大浴場入ってて、たら、わーいとかって、なんか、先生の声がしたんです。で、なんだろうって思ったら、誰だ男子で風呂入ってるやつはって言われたんですね。で、男子ってどういうことと思って。で、なんだろうと思ったら、そこは、まだこれから女湯男湯ってかける前で男湯の方だったんです。で、男湯の方に女子が3人入ってまして、もうなんか先生が来たんで出るに出れなくて、どうしようって怒られることよりも、なんかその、一応ね、中学生ね、まあ一応レイディーなので、ちょっともう恥ずかしくて、すごいなんか そっちの方が辛い思いをした。記憶があります。で、後でちょっと先生に勝手に入ってとまた怒られましたけれども、なんとか先生に見られることもなく出てきたという、なんか不思議な修学旅行の思い出があります。はい、では皆さんにちょっとお知らせがあります。大森和代の渡良瀬クラブメンバーズカード、皆さんの、お手元に届いておりますでしょうか。これは渡良瀬カラー、一冊目の本渡良瀬のカラーにちなんでこのようなデザインさせていただきました。私自身の名刺もこういうデザインで、名刺のデザインと全く同じような、すごくこう硬い銀行のクレジットカードみたいなカードになっています。はい、何ですかね、マネーカードみたいな。でもこれは使えませんよ。使うと1ポイント、2ポイントじゃないや。さっきプロデューサーさんが1カズヨ、2カズヨ、3カズヨとか10カズヨ貯まったら団子10本とか、そんなことはありませんのでね。ただのこれは会員証です。そして裏にまたこう、お名前を直筆で一人一人
念を入れながら、その人が良くなるようにと込めながら、自分で直筆でお名前書かせていただいてます。で、あのイベントの時にはこれがそのままシュッとこう入れていただいて名札になるようになっていますので、また届きましたらお守り代わりにパワーたくさん入ってますのでね、お守り代わりにしてください。はい、じゃあ今日もありがとうございました。そろそろお別れの時間です。また来週お会いしましょうね。 See you next week. Bye.